あ、全然そんな、ドキドキする報告じゃなくて、嬉しい報告なので、そんな改まって聞かないでください。嬉しい、ただの報告なので。でも、もうちょっとじらしたいと思います。ちょっとじらさせてください。じゃあ1000人行ったら報告したいと思います。どうでしたか皆さん、配信は。ちょっとね、私はそんなに出なかったんですけれども、でも2日間コンサートに出させる出させる出させる 出させ出させ出ら出させられます。嬉しい。2日間も出させられるって言ったのが変か、で2日間も参加させていただくというね、嬉しいですね。1月の22とか23なんですけれども、楽しみ。私はチーム B とチーム8の2公演出ます、2日間なので。めっちゃ楽しみ。どうしよう、ワクワク。楽しみだな。なんかだって本当に大きいコンサートってめっちゃ久しぶり、1年ぶりとかだからやばいね。出させていただきます。そう、出させていただきます。まだね、曲は全然決まってないんですけれども、でも、どんな曲がいいかな。さっきはオーバーテイクと、あと上からマリコを、上からゆきりんさんでって言ったんですけど、あ、そう、あとポンポコさんのユニットね。そう、それもね、私もね思ってたの。そう、下尾が言ってくれたんですけど、絶対に。でもどんな、私あの曲聞いたことなくて、ちょっと聞いたことないからわかんないんですけど、どういう系の曲なんだろう。なんかポンポコポンポコみたいな感じなのかな。 ポンポコじゃないか、ポンコツだ、ポンコツ、ポンコツブルース。ちょっと私聞いたことなくて、アルバムに入ってるんだ、聞いてみよう。タワーいただいた。アズマルアットマーク7レンジャーさん、ありがとう。タワーいただきました、ありがとうございます。ありがとう、かわいいね、ソリ。あ、鍋公式アットマーク7レンジャーさんもありがとうございます、ありがとう。お城みたいなタワー、ありがとうございます。あ、くまちゃんもありがとう。くまちゃん、バイ。くまちゃんもアイドル好きさん、ありがとうございます。いっぱいね、ありがとう。まずまるさん、なべさん、タワーありがとうございます。ということでですね、じゃあちょっと今から発表していきたいと思います。なんと今日のですね、今日の千代チャンネルに私が出まーすっていう報告でした。
そうなんです。私ずっと前から千織さんの YouTube に出たくて、でちょっと今回初めて、あ、千織さんのファンの方もいるかな、出させていただきました。イエーイ、千代チャンネルです。そう、みんな見てね。私はあの口できません、ハンガーね、ルンちゃんの本当にできないんだけど。今回はですね、そう、でもこの今日のための大事なやつに出させてもらったんですよ。まあ、大事なやつというか記念すべき、はい、あの動画に。そう、でもめちゃめちゃちょっと、まあちょっと見てほしいですね。見てほしい、本当に。うん。パンダさん、パンダアットマーク7連射さん、パンダさんありがとう。パンダさんもクリスマスツリーのタワーを建ててくださいました。ありがとうございます。イエイ。ちおチャンネル、ぜひ皆さんチャンネル登録といいねとコメントお待ちしてます。いやー、結構ね頑張ったんですよ。私は助っ人として参加したんですけど、でもめっちゃ神企画だってさ。まあ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 、見てください、とりあえず見てください。また別の日に感想を話すので、とりあえず皆さん千代チャンネルを見てください。いや、そう、初めて出たね、多分メンバーの YouTube には。今までは、まあ、ずっと見てたんですけど、この前ちょっと撮影をしてきて、そう、ずっと前からでも出たいとは言ってて、やっとね達成しました。七瀬チャンネルの予定はちょっと今のところないですね。今のところないんですけれども、企画はね、まあ食べる系ですね、私の大好きな、だからもう最高だったんですけど、ぜひぜひ後でツイッターにリンクを貼っとくので見てください。コメントして、みんな、あの YouTube の方にも。そう、やっとね出ることができて嬉しかったです。ちおりさんに感謝。多分今日のもうあの配信が始まる前ぐらいに、実はもう投稿されてて動画で、私は見てみましたもん。楽しみ楽しみ、コメント楽しみ。お腹すいたな。なんかさっきからっていうか始まる前に食べたんですけど、ちょっとまたお腹すいてきたので、2度目の夕ご飯を、でもあんま食べてない、さっきちょっと軽く食べたぐらいなのでお腹すいてます。
ック食べよう。いいね、マック。マック食べたい。マック食べたいな。マック結局この前めっちゃ食べたいって言ってたんだけど食べなくて、でも絶対今月中に1回は食べよう決めてる。あの口めっちゃ難しくない？千織さんの。じゃ千織さんのお手本見たい。私絶対このなんでできるの？こうなんなくない？口だってこうやって笑った時はさ、こうなるじゃん。それがこうなるってさ、すごすぎる。できません。そういえば最近アニメを見始めました。この私がついに本格的に。鬼滅ではございません。いや鬼滅はねちょっとね、いや見たんです、途中まで見たんだけど、ちょっと割とあって、で漫画も絶対さ見たくなっちゃうじゃん。でちょっともうついていけないなと思って一旦キープして、一旦キープしてます。でも鬼滅の映画っていつまでやってるんだろう。私は呪術廻戦というやつを見てます。もう1年ぐらいずっとやってそうじゃない？だからまあ絶対間に合うとは思うんだけど、でもねーちょっとねー、でもなんかアニメにめちゃめちゃハマったことがないから今まで。でもそう、鬼滅はすごくみんなも好きで、メンバーもで、そう一緒にねこう見せてくれたりするんだけど、ちょっとね、アニメブームだよね今。まあ日本は全体的にいつもアニメブームかもしれないけど、なんか最近特にアニメブームですよね。まあみんなはずっとアイドルブームでいてほしいですね。アニメではなくて。AKB ブームでいてください。てか冷静にさ、15周年ってすごいね。本当に。15周年ってすごいな。嬉しい。本当に自分がなんか15周年に参加できてることが夢みたい。りんちゃんか誰かがささっき言ってたけど、いや本当にそう思います。私も思います。ありがとうございます。もうチームメイトに入れたことが私のもう人生の宝物でございます。私は7年目かな、次7周年なので7年目です。いや7年目も結構あ
割とあっという間に過ぎたので、変わりましたかね私。でも成長した、みんな成長してるか、そりゃ7年も経てば。私も成長してますか。まあ何が成長したかって言われたらちょっと、まあでも全体的に成長できてるはずなんですけれども、普通に考えたら。時は、あ、違う違う違う、もうちょっと大きい。7歳は、まあ、小学校1年生なので、もう絶対ワクワクしてた時だね。もう全部全てがもうキラキラで嬉しい。いや、人生楽しんでました。7歳、まだお子ちゃまですね。バブーバブーって言ってた、まだ絶対言ってた。小1なんて赤ちゃんだもん。いやでも本当に一年一年大切にしようってめっちゃ思いますね。特になんか今年はさ、結構こういろいろなんか中止になっちゃったりとかして、もったいない1年。まあでもそれでさ、いろいろなんか分かったこととかもあるし、ファンの皆さんとの時間もっと大切にしようって思えたし、逆に本当になんか、でも時間は無駄にしたくないから、もう全力でアイドルを楽しもうと思いますね。七五三、あ、今11月だっけ、七五三で七五三してたな、きっと。七五三は楽しかったです。あんまり、あ、記憶に残ってるわ。なんか屋台がめっちゃ楽しくて、七五三のっていう思い出なんですけど、あ、食べ物じゃなくて、あのなんかすくうやつ、なんか宝石箱みたいな、宝石をすくうやつで、それがめっちゃ楽しくて覚えてます。待って、千織さんの YouTube 見てねって書いとこう。皆さんも見てください、千織さんの YouTube 私が載ってるので、ぜひぜひ見てください。助っ人として行ってきました。ドボン対戦ありがとうございました。ありがとうございました。私意外と合わせない時間にもやってるので、ありがとうございます。
す。高評価もぜひぜひよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録、高評価、いいね、あ、一緒か。チャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いします。いいね。あ、リバースランキング6位、本当に本当、え、本当ですか、嬉しい、それはめちゃめちゃに。どうですか、嬉しい、やったー、うん、嬉しいなー。あ、ありがとうございます、拍手を。やっと、そう、頑張ったんですよ。でもなかなかリバースが出なくて、やったね、6位だって。チオチャンネル登録ありがとうございます。また感想などなどお待ちしておりますので。あ、そういえばインスタグラムさっきね、作っておいたんですよ。後で投稿しようと思って、ちょっと待ってよ。じゃあ今インスタ更新しますね、皆さん。ちょっとごめんなさい、いろいろいろんな方向に行っちゃったんですけど、それでは投稿していきたいと思います。めちゃめちゃ15周年にふさわしい写真だと思います。あ、ちょっと待って、それでは投稿したいと思います。いきますよ、せーの、ポチッ。投稿した、みんな、はい、みんな、みんな、いいねを、待って、ちょっと待って、いいね来たかな。これさ、見れなくなってんの、順番。この島かな、ありがとうございます。よしのりさん、サニーさん、ファイルさん、しんのすけさん、かずなりさん、しゅさん、わっくんさん、えさやりさん、あー、どんどん増えていく、ありがとう。コメントもお待ちしております。どうですか、この写真、この写真も渋谷スカイっていう場所で撮ったんですけど、これお友達が撮ってくれました。お友達が全部写真撮ってくれて、マジでこの写真本当にね、この写真、この最初にあげたこの写真が
すごい反響が良くて嬉しいです。これは寝っ転がってる写真。私さ、この書いたんだけど文章に、いつも感謝、冷静に丁寧に正確にみんなの夢が叶いますようにってさ、すごいなんか素敵ですよね。それでエンジンして始まるっていうのがめっちゃ好きで大好きです。みんなコメントいっぱいありがとう。いいねするのに必死で中見てないのは内緒。いやいやいや、見てくれ、友達カメラマン。そうそうそう、友達が全部ね、この行こうって言ってくれたのも友達が教えてくれて、で私なんかあんま知らないからインスタ映えのスポットとか教えてくれたんですよ。渋谷にさ、すごいとこあんだけど、連れてってくれて一緒に入りました。下は芝生、そう芝生っていうなんか人工芝みたいな感じかな、なんだけど、あのヘリポートとかあって、その近くがあの芝生になってるんですよ。でそこでちょっとなんか休んだりとかできて、でももうや本当にもう空なの、周りが全部だから、なんかもうね、異世界って感じ、本当に別の世界に行きました。だからなんか例えばちょっと嫌なことあったなとか、気分転換し したいなっていう人はめっちゃおすすめです。まあでも人が、もしかしたら私の行った時はめっちゃ少なかったんですけど、人が少ない方がいいかな。いや、この写真どうですか、いい写真ですか、15周年に向いてる写真かな。ありがとう、みんなコメントしてくれて。本当に皆さんもぜひ、千葉じゃないんですけど、大都会渋谷様なんですけれども、ぜひぜひいつか行ってみてください。とってもいいスポットでした。いつも感謝、冷静に丁寧に正確に、みんなの夢が叶いますように。いいね、チームビー。でもエンジンかけましょう、ブンブンブンもなんか本当にチームエイトっぽくて好き。なんか勢いが、チームビーの方はあのすごい、これからもう心に秘める感じ、よし頑張る、よしアイドル行くぞって感じで、エンジンかけましょうブンブンブンの方はもう行くぞって感じで、なんか2つとも違って好きですね、はい、こんばんは、ありがとう来てくれて。今きっとメンバーいっぱいやってると思うんですけれども、ここに来てくれてありがとうございます。ちおりさんの YouTube も見てください。お腹すいた。そう、エンジンかけましょう。エンジンとエンジンをかけてます、本当にかけてます。でも最近なんかチーム B としての活動も多くて、活動っていうかこういうさ、 Zoom のやつとか、この前の e スポーツの時もそうだったけど、運動会か、嬉しいです。
久しぶりに見れてよかったです、ありがとう。今 YouTube 見てたお寿司、あ、嬉しい嬉しいよ。いやでも本当にあの絆寿司さん最高、美味しかった。あ、行っちゃった、まあ、いいか美味しかったです。なんかね、もう一貫一貫が本当に大きくてめっちゃ大きいの、だからなんか大食い企画にはま向いてなかったんだけど、あんまり。でもめちゃめちゃ美味しかった。まるちゃん見てると幸せな気持ちになれる、嬉しい。嬉しい、めっちゃ食べた。本当になんか最近で一番お腹いっぱいになった。当たり前だけど大食いだから本当にびっくりするよ。しかもなんかご飯の量も結構多くて、でなんか多分あれ丼何杯分だろう、結構すごい量食べました。でもまたやりたいです。またやりたい。皆さんもぜひぜひ絆寿司さん行ってみてください。前さゆきりんさんがね YouTube でやってたんだけど、そういう企画だから呼ばれたのに。いやなんかいろいろ二人で考えたんですけど、最初はなんかもっと違う企画を考えてて、でそう、それで千織さんが「ねこれはどう?」って言ってくれて、記念すべき15周年の日に。あげたやつが。予約締め切り、このさ AKB の 15周年アニバーサリーゴールドディスクってやつさ9日までらしいよ。え、今日?明日じゃん。明日の12時59分までだって。早くない?私ももう声収録しました。ということでぜひぜひ皆さん千織さんの YouTube 見てください。見てください。じゃあちょっと早いんですけど、そろそろね終わりにしたいと思います。13位は香港のケーキアトマーク、ナラレンジアトマーク、ナトミドンさんありがとうございます。12位はカイスケアトマーク、今日22歳になりました、おーおめでとう、ありがとうございます。11位はヌーマアトマーク、ナラレンジアさんありがとうございます。10位はユウさんありがとうございます。9位は鉄七瀬師匠、推し AKB15 周年七瀬何年も応援してますアトマーク、ナラレンジアさんありがとうございます。8位は国アトマーク、七瀬のほっぺが好き、ナラレンジアさんありがとうございます。7位は吉野里アットマーク、ナラレンジャーさんありがとうございます。
福屋キャナヤットマーク15周年おめでとう。七レンジさんありがとうございます。5位は梅ちゃん大阪15周年おめです。アットマーク七レンジさんありがとうございます。4位はアイドル好きさんありがとうございます。3位はパンダアットマーク七レンジさんありがとうございます。あ、アイドル好きさんとパンダさんとアズマラアットマーク七レンジャーさんありがとうございます。あのタワーありがとうございます。鍋公式アットマーク七レンジャーさんタワーありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。ということでまた明日からも気を引き締めて頑張りたいと思います。ありがとう。最後にもう一回読んでおこう。アイドル好きさん、パンダさん、あずまるさん、なべさんありがとうございました。タワー皆さんも本当にありがとうございました。バイバーイ。